皆さんこんにちは、シモンチャンネルです。今日はですね、セブンイレブンに行ってきました。まあ、セブンイレブンで、買える高タンパクな食品たちを皆さんに紹介しようと思います。なんか皆さん学校だったり、まあ、仕事があったりとかで、まあ、忙しくてコンビニを利用することってあると思うんですけど、まあ、今日はここにあるまあ食品たちをまあ選べばタンパク質が取れるよっていうものを、まあ、僕チョイスで選んできました。まあ、もしかしたら皆さん知ってるものもあるかもしれないですし、まあ、初めて見るものもあるかもしれないので、まあ、ちょっとでも参考になればなと思います。まあ、僕が今から実際に食べるものなんですけどね。では一つずつ紹介していきたいと思います。一つ目がこちらです。こちら焼き豚切り落としロース肉塩、こちらですね。セブンイレブンなんですけど、全部セブンイレブンです。これは僕の中ではすごい革命です。豚なんですけど、脂質見ていただきたいのが、脂質が、4.2、脂質が低い、味の割に脂質が低い、すごいこれ美味しいんですよね。僕の中では今セブンで結構お気に入りの方です。まあ、なんかイメージとしては本当になんかラーメンとかのチャーシュー的な感じです。でこれすごいお腹にたまるんですよね。うん、美味しいです。まあ、この焼き豚のいいとこは、空腹感が収まる、いい意味で、重い、これはいい意味で重いです。なので、まあ、減量中の人はちょっと脂質が多いって言われるかもしれないんですけど、まあ、特に意識してない人、まあ、維持してたりとか、まあ、ちょっとダイエット始めた人とかは全然食べれる栄養素です。めちゃめちゃおすすめです。で、次に紹介するのがこちら、スペイン産豚肉塩生ハムロースで、栄養素見ていただきたいんですけど、こちらですね。タンパク質が 11.2、 脂質が非常に低いんですよね。脂質 1.6、 桜のチップで程よくスモークしたって書いてあるんですけど、生ハムロース脂質も低いし、タンパク質10以上、まあ、コンビニでタンパク質が10以上取れたらすごい優秀だと思います、僕的には。まあ、こういう感じ。まあ、なんかすごい薄くスライスしてあるんですけどね、美味しそうですよね。うん、なんかこういうこれだったり、こっちの豚肉もそうですけど、チキンだけだとねちょっときついんで、サラダチキン飽きた時とか、うん、美味しい、活用できます。うん、この2つは今一番、そうですね、この2つ、今紹介した2つは気に入ってます。で、次がこちらのペッパービーフ、こちらのペッパービーフは、タンパク質に関しては 11.9、 脂質も 3.4。 これは前の動画でも紹介したんですけど、まあ、このペッパービーフは、まあ、白いちょっと油のところを弾けば脂質も3以下になると思うんですけど、生ハムと似てて、これも食べやすい、こういう感じ、めちゃめちゃ、うん、食べやすいですよね。この3つ、まあ、焼き豚と生ハムと、まあ、ペッパービーフ、この3つは僕の中でセブンイレブンでは特におすすめです。まあ、脂質もそこまで高くなくて、まあ、タンパク質も取れて、まあ、こう減量してたり、まあ、ダイエットしてたり、まあ、特に体を大きくする、まあ、増量してる方でも、まあ、タンパク質として、こうね、コンビニで緊急用のタンパク質として食べれます。で、次の食品いきます。こちらほぐしサラダチキンで、これをおすすめする理由は、普通のサラダチキンと違って、まあ、その名の通りですよね、ほぐしたんですよね。これは嬉しい、すごい嬉しいです。嬉しい、これは本当に嬉しい。サラダにこう混ぜれるみたいな感じで、こういう感じイラスト載ってるんですけど、僕的にはこのまんま食べるんですけど、食べやすいんですよ。あのサラダチキンをそのままこう噛んで食べるのは
一口目二口目はいいんですけど、終盤きつい、飽きてしまうんですよね。ただこのほぐしサラダチキンは、まあその名の通りね、ほぐれてるので食べやすい、すごい食べやすいです。僕のサラダチキン、僕の中ではサラダチキンを選ぶならこれですね。これぜひ、まあ、普通のサラダチキン買うのならこっちのほぐしの方、ちょっと値段はね少しだけ張るんですけどね、クオリティが高いです。こっちを選んでみてください。次、僕これね最近知ったんですけど、初めて、この前初めて買いました。タコブツ、これが3回目ぐらいですね、食べるの。これがね、タンパク質 10.4 なんですよ。最近はコンビニでもこういうのだったり、ファミリーマートとかだと確かサーモンとかのお刺身も置いてたり、コンビニでも結構便利になりましたよね。いろんなものを置き出したのですごいやりやすい。次、ちなみにこれです。これはお刺身ではないんですけど、おにぎり、サーモンの寿司、サーモンの寿司ですね、こちらで、まあ、栄養素でいうと、まあ、タンパク質がこれで5取れるんですよね。 5.2 か。おにぎりの中ではこれ一番おすすめです。サーモントラウト塩サーモンの寿司167円、まあ、ちょっと値段はしますが、これは一番おすすめです。僕サーモン好きなんですよね。あとは魚を食べる機会がちょっと少なくなってきて、まあ、サラダチキンだったり、自分で鶏の胸肉調理したり、牛もも肉とかを調理したりっていうことはあるんですけど、なかなかこう魚を、一時期ちょっと鮭食べてたことはあったんですけど、なかなかこうね、サーモンとかマグロとかを食べる機会がなくて、まあ、魚からのタンパク質もこれで取れたらな、まあ、脂質もですね取れたらなっていうので買いました。これもおすすめです。そう、あとはケチャップ買いましたね。これはちょっと特に高タンパクってわけじゃないんですけど、前もお話しした通り、チキンとか、自分で料理するときに食べやすいっていうので、まあ、調味料としてケチャップがおすすめなので、一緒にちょっとセブンでね買ってきました。今はそのコンビニですごいタンパク質を、まあ、取れるようになってきたっていうので、まあ、すごい便利ですよね。なんかザバスとかもプロテイン置いてるじゃないですか。まあ少し糖質は入ってるんですけど、そうだからなんだろう、緊急用、その非常時にタンパクをコンビニで取れるようになってきたっていうのは嬉しいですよね。美味しそうですよね。これもいただきます。今日は まあ、特別にちょっと日頃あんまり食べないんですけど、チップスターを買いました。まあ、全然ポテトチップスとか僕は買ったりはしないんですけど、まあ、なんかチートミール的な感じで節制してたので、今日はちょっとこちらのチップスターを食べます。チートミール、自分でこう好きなものを食べるっていう日を作ったり、好きなものを食べる食事する時のコツがあって、おすすめはあんまり脂質が高くないものを選ぶ。結構、アイスとかだと、意外とチョコとかだと脂質20とか22、23、チョコレートのアイスとかで意外とね高いの多いんですよね。これだと15ぐらいで、まあ、タンパク質3、炭水化物28ぐらいなんですけど、まあ、おすすめは、まあ、理想はですよ、理想は脂質低めのものを選ぶ。まあ、1g あたりの、カロリー数が低いので、そこまでカロリーオーバーになりにくいっていうのがあるので、まあ、チートミール、チートデイをする人は参考にしてみてください。まあ、以上、今日はセブンイレブンで買える高タンパクな食品たちを、紹介しました。まあ少しでも皆さんの参考になればと思います。他にも皆さんのこの気になることだったり、まあ、食事についてトレーニングについて、何でもいいので、質問がある方とか下のコメント欄に、感想の方お待ちしております。ではこの動画が少しでも好きだったら、LIKE ボタン忘れずにお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue, may change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful.
to live through.